本日素晴らしいお話を何人もの講師の皆様からお話をいただきました。そのお話いただいたことに関連することを含めて少し断片的にはなりますが、お話をさせていただきたいと思います。梅沢理事長からパラオ共和国ペリリュートのお話もいただきました。私も昨年9月にペリリュートへ行ってまいりまして、記念式典にもちょっと参加をさせていただいた経緯もございますが、ペリリュートのペリリュー神社には米国海軍のニミッツ司令長官の日本軍を称える碑があります。またサイパンにも同じような趣旨の碑があります。古今東西を問わず敵ながらあっぱれという気持ちは、まあ、少なくとも男の場合は多くの男がそういう気持ちを持っている、抱くもんだと。最近の日本政府は中国韓国から理不尽なことを言われるたびに謝ることが解決策のように大いなる勘違いをずっと続けてきているわけですが、根本的に考え方を改めないといけないというふうに思います。マッカーサーのお話も杉原会長からございましたが、昭和25年10月15日戦時国際法反陸戦放棄第43条に大きく違反をして、東京裁判なる極東国際軍事裁判なるものをマッカーサーのチャーターという指示書、簡単に言えば指示書ですよ、指示書に基づいて何の法的根拠もなく強行した、無理やり行った、そのマッカーサーが昭和25年10月15日に植木島で当時のトルーマン米国大統領に東京裁判は誤りだったというふうに言ったという経過がございますし、その翌年昭和26年5月3日同じくマッカーサーがトルーマン大統領に解任をされてアメリカへ帰って、米国上院軍事外交合同委員会で証言に立った。その時に日本が戦ったその多くは日本の自衛のためであった。Their purpose, therefore, in going to war was largely dictated by security. というふうに、ちゃんとありがとうございます。そういうふうに証言をしている。こういうこともきちんとね、教科書に載せて教えていかないといけないのではないかというふうに思います。短い時間ですから断片的になりますけれども、大東亜戦争、どういうふうな経過で、なぜ日本が戦わざるを得なくなったのか。残念ながら我々は学校でほとんど詳しく教えられておりませんけれども、明治39年、1906年、日露戦争が終わった翌年に、米国は日本を仮想敵国としてオレンジプランというものをもう策定していた。それを幾度も幾度も見直しを重ねていたという経緯の中で、大正13年、1924年、米国は排日移民法という、そういう今ではちょっと信じられないような法律を作って、日本人の移民を禁止をした。そして日系米人の持っていた土地を取り上げてしまって、日系米人は土地の所有の権利を認めないと、今の時代感覚ではとても信じられないような法律を作って日本人日系人を迫害を始めた。大正13年1924年のことです。昭和14年1939年の7月26日米国は日本に対して日米通商公開条約一方的に破棄通告をしてきています。真珠湾攻撃の約2年半前に米国は日本に対して経済断交を突きつけてきていたんです。そしてその翌年の昭和15年1940年の9月26日、米国は日本に対してクズ鉄の完全禁輸に踏み切った。クズ鉄が一体何のために使われるのか私もつい最近まで知らなかったんですけども、クズ鉄っていうのは鉄の精錬にどうしても必要なものらしいです。クズ鉄が入ってこないと鉄の精錬ができなくなってしまうと。ということは鉄、鋼板を含めて鉄の製品ができない、鉄で作るものができないということになってしまいます。そして昭和16年1941年の7月25日、米国は日本の在米資産の一方的凍結をいたしました。そして同じく同年の8月1日に石油の完全禁輸に踏み切った。当時日本はアメリカから米国から70数パーセントの石油をこう買っていました。残りの20数パーセントはイギリス、オランダから買っていた。米国のその石油完全禁輸に対してイギリス、オランダも追随をした。日本に全く石油が入ってこない状態になって11月26日実質上の宣戦布告書でと言わざるを得ない春ノートを突きつけられたと、こういう流れがざっとあります。シナ事変、どういう流れがあったのか。昭和12年1937年7月7日盧溝橋事件で日中戦争が始まったというふうに教科書では書いてありますが、それは嘘です。盧溝橋事件というのは確かにあったんですが、共産党の劉少奇という男が
学生を使って日中両軍、その時の中というのは先ほど梅沢さんもおっしゃったように蒋介石軍、国民党軍ですけれども、この日本軍と国民党軍を戦わせて国民党軍を弱らせて、そして漁夫の利を得ようとした共産勢力がそういう画策をしたということが劉少奇の後の発言にも出てきておりますし、書いたものにも載っているというふうな事実があります。しかしその盧溝橋事件というのは4日後に停戦協定が結ばれて一旦収まったんだ、収まってくれたんでは共産党にすれば非常に具合が悪い、まずいわけです。それで同年の7月29日通州市という市があります、北京の東側に。その通州市にいた日本人民間人を中国の保安隊という武装組織約3000人がいきなり襲いかかって、婦女子を含めて223名の虐殺をした。これが当時の日本国民の大きな怒りを買うことになって、当時の新聞を読みますと、まあ紙で残ってるわけではありませんが、図書館に行きますとマイクロフィルムで当時の新聞が残ってます。まあ昔の新聞が残ってます。私は本でも何冊かの本でこの事件を読みましたけども、こんな大事件だったんなら当時の新聞にも当然大きく報道されているだろうと思って、金沢市内の図書館に行ってマイクロフィルムでそれを写してみましたら、もう一面トップで連日報道されてますよ。通州市で日本人民間人が虐殺された、その虐殺の内容はこういう状況だと、驚々しい内容が連日報道されていたんです。ですが当時の日本人は多くが市内に対して大きな憤りを感じざるを得ない状況になった。そしてその 翌月8月9日に上海で大山隊惨殺事件というのが発生した。そして8月13日に国民党軍が、張自忠という男が率いる国民党軍約3万人が日本の海軍陸戦隊上海に駐屯をしておった、日本の海軍陸戦隊約4200人にいきなり攻撃を仕掛けた。その翌日8月14日に同じく国民党軍が上海の疎開という外国人が住んでいたエリアに無差別空爆をして、1日だけで3000人ぐらいの死傷者が出た。それでこれ以上も放っておくわけにいかないということで、当時の近衛内閣がやむを得ず二越師団を上海に派遣をした。これが第二次上海事変というふうに言われるものであります。そこで激戦の末、日本軍が何とか勝利を得ようと仕掛けたときに蒋介石軍は南京に逃げた。日本はその南京まで蒋介石軍を追撃して南京での戦いがあったと、こういうふうな流れがありますけれども、まあ非常に断片的なお話をしておりますが、今お話をしたことを含めて、日本人は、我々は残念ながら戦後なぜアメリカと戦ったのか、戦わざるを得なくなったのか、なぜシナと戦ったのか、戦わざるを得なくなったのか、こういうことがほとんど教えられてきていませんけれども、やはり学校教育でやはりしっかりとしたそういう歴史的事実というものを教えないといけないということを強く感じ続けております。ご清聴ありがとうございました。